はい、まずはじめに監督さんのお名前とチームのお名前をお願いします。はい、まあ、チーム名が長崎青少クラブ、豊島区にございます。監督の西村と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。チームの設立はいつ頃になるでしょうか。はい、2005年、今年でちょうど10年目になるんですけども、以前の、小学校チームホワイトユニオンズ、また大成オールスターズが合併しまして、ちょうど新チーム結成今年で10年ということになります。はい、青少というお名前はどちらから来てるんでしょうか。はい、豊島区の長崎に、チームが位置しまして、長崎の力、聖地ですね、野球甲子園で、高校野球で言えば、甲子園、その聖地へ、羽ばたくという強い願いを持って長崎青少クラブと付けさせていただきました。はい、はい、練習の日時と場所はどうなっているんでしょうか。はい、公共のですね、グラウンドもしくは中学校の校庭を使って練習をしております。日時は、土日祝日と、行っております。以前はですね、水曜日も、夜に体育館で練習を行っていたんですけども、また、来年度から復活させたいなと思っております。はい、今年と去年の主だった成績を教えていただけますか。ちょっと上級生がですね、3年生が少なかったもんですから、昨年は、主だった大きな大会には、出場してないんですけども、この新チームになってからは、全日本の少年、またこの秋の少年の新人戦、23区大会と出させていただいております。はい、チームの基本的な考え方を教えていただけますか。はい、技術の方はですね、反復練習を中心にですね、細かい基本プレーを徹底して、行うと。でまた一番大事なですね、野球を通じて、社会に出ても、通用する人間、挨拶、いろんな気配り、目配り等々できるようにですね、しっかり指導していきたいなと思います。はい、部費とか費用は大体どのくらいかかっているでしょうか。はい、1ヶ月3000円ですね。はい、合宿とかはされてますか。はい、夏の大会前に、合宿は、行っております。群馬県の方にいつも、お邪魔して合宿を行っております。はい、現在、全学年で、選手は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。新チームになりまして、1、2年生新チーム17名でございます。はい、練習試合での呉服系のお手伝いは必要でしょうか。そうですね、遠征等々も多いので、車移動、また試合での審判等々ですね、お手伝いいただいているような形になっております。体験参加などは可能でしょうか。はい、随時行っておりますので、毎回、お待ちしております。はい、最後になりますが、監督さんをされてて良かったこと、はい、今何か悩んでいることがありましたらば教えていただけますか。良、かったことはですね、やっぱり卒業生が、高校で活躍をしたり、甲子園に出場したり、また野球をやらない選手もですね、いろんな多方面でこう活躍しているよという報告に、グラウンドに顔を見せてくれた時がですね、やっぱり良かったなというふうに思います。やっぱり今一番悩んでいることはですね、やっぱり今と、昔とやっぱり野球が少し変わりつつあります。昔のように、厳しい厳しい、一辺倒ではなく、やはり今の選手に合った、練習も、取り入れていかなければいけないなと、いろいろそこのところでですね、いろいろ我々指導者も勉強しながら、これからの指導に当たっていきたいと思います。今日は試合の後ありがとうございました。はい、ありがとうございました。